出てる？みんな聞こえてます？聞こえてるかな？こんばんは、こんばんは。ちょっとね、始まりはちょっとスローリーかもしれないですけど、こんばんは。今日も寒いね。みんなどこで見てんだろう。うん、ありがとう。お久しぶり、ね、あ、よかった、聞こえてる。ひとまずよかった。初めての経験なのでちょっとそれが一番ドキドキしてて、ありがとうございます、ね、あ、新潟の人もいるんだ。新潟寒いんじゃないかな。東京もね、最近この 2,3 日少しね、暖かかったかもしれないけど、また今日はね、ぐっと寒くなって。暖かくしてね。あ、カレー食べてんだ。カレー食べたいな。何カレーかな。あ、札幌雪降ってるね。うん、植物がね、結構あります、ね。あ、宮崎も寒いんだ、ね。じゃあ全国的に今日は寒いのかね。私はね、風邪全く引いてないです。この 2,3 年引いてないかもしれないです。逆に、なんかこうね、コロナ禍になって少しもうなんか前よりももっとね、自分でこう予防したりとか、ちょっとしたことなんですけどね、することでやっぱこんだけ違うんだなっていうのを実感してます。すごく私は元気ですよ、うん。さあ、私の同じ名前、ナナ、ナナちゃん。あ、声違う、声違う、これ違うかな。うん、ご飯はね、ご飯まだ食べてない、うん。ちょっといつもはね、いつもどれぐらいかな、6時半ぐらいも食べてるのかな。今日はちょっと遅めになります、うん。予想以上に緊張はしてないです。昨日一昨日まで結構緊張してて、まあ、みんなにね、久しぶりに会うし、うーん、大丈夫かなってすごい不安もあったけど、でもね、本当に皆さんのおかげです。本当にありがとう、うん。なんでね、ちょっと話していこうかな、ね。多分なんで YouTube 始めたのって皆さん思ってると思うんですけど、そもそも私すっごい YouTube 好きで、もう毎日、もちろん毎日は欠かさず見てるんだけど、毎日何本ぐらい見てるかな。で、私すごく趣味が多いので、いろんなもうゲームだったりとか、もう、あ、さっきはちょっとあまりにも緊張をちょっとほぐすために、あつ森を一回こうバーってやって、ちょっとクリスマスのバーってあつ森やってとか、だからそのあつ森のね、実況もたくさん見てるし、なんかね、いろんな、趣味が多いので、そのまあ YouTuber たくさん見てるんですけど、なんかその中でもう何年も前から本当はやりたいなと思ってたんです。多分ね、自分の趣味が多いことで、多分皆さんとね、つながる機会も多いし、私ももっとその趣味についてとか深めたいし、知りたいし、あとはもっとね、いい趣味が見つかるんじゃないかなと思ったりとか、すごく広がる場所だなっていうのはすごく思っていたし、で、一番のね、理由はそうだな、今まで私23年間この仕事をやってるんですけど、17歳の頃から
からね。で今今年今40歳になったんですけど、今まで本当に楽しく仕事をさせていただいてたし、本当に恵まれた環境にいたなっていうのはすごく感じてるし、日々本当に皆さんに対してもね本当にありがたいなって思う、毎日を過ごしてたんですけど、なんかねこの去年ぐらいから去年今年にかけてなんかね私はもっと近くでみんなの近くでいろんな楽しいことだったりとか心が豊かになるようなことをこうみんなと一緒に共有したいなってシェアしたいなっていう気持ちがすごく強まって、だからもっとねなんかキャッチボールしたくなったの。私ってすごく喋るの大好きだし人の話も聞くのも好きだし、あとはね自分がこう YouTube を見てて私結構コメント書くんですよ。その実況とかね生放送してるのとかで結構書かせてもらったりとかで、そのチャット欄でみんなで結構盛り上がるじゃない、その同じね共通の趣味だからとか、だからそういうのがねすごく楽しくって、でそのコメントを例えばちょっと拾ってもらった時とかね、その配信者さんにすっごい嬉しいの。嬉しいでしょ。だからその気持ちを私はなんかこう体感したことで、私はこれがしたいんだって、なんかこうこれが夢だったんだってねすごく思って、それができるのは YouTube だなってすごく思って、それがやりたいもう大きな理由、そうコメント書くの知らぬ間に私は結構コメント書いてて、そうそれがねすごい楽しくって、だからそういうキャッチボールができたらもっといいなっていうのはずっと思ってたの。もちろんテレビって大好き、私ももともとすごいテレビっ子だから未だもうテレビばっかり見てるし YouTube 見てるしエンタメがとにかく大好きだけどね、なんかテレビってそれはいい悪いとかじゃないよ、 YouTube がどうだテレビがどうだとかじゃなくて、テレビってやっぱり適材適所で自分が与えられた役目だったりとかポジションだったり、それを自分のこうフィルターを通してこうそれを表現していく、求められているものを表現していくのがテレビだと思うし、 YouTube っていうのはやっぱ自分らしくねなんか自分を表現して自分に責任を持って自分で発信していくっていう、すごくなんかこう自分が出る面白いこうものだなとすごく思っていて、ただ今までやるにあたって本気でやりたいと思ったの。いつもそれ、私は仕事は何でもそうなんだけど、とにかくこういろんなことを好きだからこそいろんなことを中途半端にやりたくないし、で私は本当に YouTube やってる人って本当にすごいなと思ってて尊敬してるし、全部ね自分で編集したりね自分で撮ってね企画も考えてねで人を楽しませるすごい仕事だなと思ってて、そういうものにね私がただこう趣味が多いからとか好きだからとか言ってやるのはやっぱり やるには続けたいし、みんなにすごく素晴らしいいいものを届けたいし、みんなとこう楽しく共有したいっていう気持ちがすごく強く思った分始められなかったっていう部分があって、でもそれが今年、コロナ禍もあったんですよ。で私もコロナ禍の中でいろんな趣味がまた増えて、それをまたアウトプットしたいっていう気持ちにすごくなって、でいろんな趣味が私を救ってくれた趣味もあったし、だからそういうのをねすごくみんなとね共有したいなとか、あとはもっと教えてほしいなっていうのもあって、その気持ちが、すごく強まったかなっていうのが私の YouTube を始める理由かな、だから誰かにやれって言われたわけでもなく、そういうわけではないです。本当に自分がやりたいと思って全部機材も買ったし、いろいろ私もともと動画撮るのめちゃめちゃ好きなんで、写真よりも動画撮るの好きなんで、だからこう普段からもねいろいろ回していきたいなって思うし、いろいろみんなとね共有していきたいなって思ってます。でね、この予告を流したじゃないですか、動画をね。その時に結構コメントでね、ちょっと7チャンネルっていう、チャンネル名がちょっと探しにくいと、これは変えた方がいいですよっていうのをね、何人もの方にアドバイスいただいて、おっしゃる通りだって私
登録してからちゃんとね全部見てなかったです。確かに探しづらかったよね。どう？探しづらかったよね。私が探しづらかったの。だから本当はそれごめんなさいと思ってすぐ変えようと思ったんだけど、みんなとねこうせっかくだから今ね生配信中だからせっかくだからちょっと皆さんにどんなチャンネル名がいいのかなとかちょっとアドバイスがあればもらいたいなと思うんだけど、なんかあるかな。もし今浮かばないと思ってもちょっとなんかコメントで書いておいてもらえるとすごく参考になるんで、出てきた？頑張って探してごめんね。そう、片瀬つけた方がいいなって。私も片瀬の7チャンネルとかにしようか。そっか、あ、インスタから来た。あ、すぐ出た。あ、そっか。ちょっとねそれをなんか考えようかな。もっと分かりやすくしたいもん ね。確か7さんって多いからね。そうね、片瀬つけた方がいいかな。そうしましょう。ちょっとだからねいろいろ出していただいて片瀬つけた方がいいかもね。そうだよね、そうしようかな。そう、片瀬、そんな確かに片瀬ってあんまりいないよね。ちょっとそれは考えておこうかな、ね、なんでちょっと早急に変えたいなと思うので、もし何かいいアドバイスあったらまた教えてください、なんでね、これから何をやるのかっていうのは、もちろん私はもうとにかく、皆さん知ってるんだとディズニーだったりとかキャンプだったりとかサッカーだったりとか、私すごいいろんなドラマ、韓国ももちろんそうですしドラマ見てるし音楽も好きだし、プラモデル、ガンプラですけどね、ガンプラ作ったりとか模型作ったりとか、あとは今年からタロットを やり始めましたし、もうドライブも好きだし神社パワースポット巡りも好きだし、いろんなすごい好きなことがあるので、なんかそれをねどんどん共有していきたいし、なんかまたね生配信とかするときにタロットやったりとかしたいかな。あとはガンプラ作りながらみんなと喋ったりとかもしたいかな。ゲームもやるよ。ゲームはめちゃめちゃやってるんで。そう、龍が如くもね、龍が如くは私出させてもらったんですけどね、あれもねすごい巡り合わせで大好きで、龍が如くってもともと出てるの知ってる人いるかな、ね、龍が如く好きな方は出たと思うんですけども、あ、ごめん、いろんなキュベレー作ろうっていう言葉に反応してしまいました。キュベレーが一番好きなの、ゼータガンダムのね、ハマーが。そう、なんで、好きなことがあれば龍が如く5ね、そう5ね出てましたんで、そう、それもねなぜ出ることになったのかはね、サッカーを作ろうっていうサカツクっていうソフトがあるんですけど、それをねやらせてもらった時にたまたまそのセガに行って、そしたらその隣でね確か龍が如くを作ってらっしゃる方がいらっしゃって、でぜひとも会いたいと、ファンなんで会いたいですって、でもし次作るんであればもう電柱でも何でもいいのでぜひ出させてくださいっていうふうにちょっとお願いして出させていただいたというありがたいことで、ジャッジアイズもやってますしね、もうだからいろんなねゲームやりたいね、あつ森もやりたい、声ちっちゃいかな、音量ちっちゃい、大丈夫かな、大きい、
なんでそういう趣味をねみんなともっとこう深くねしたり、私もなんか追求したりとか、いっぱいなんかこう歴史をね知ったりとか探求するのが大好きなんで、皆さんとねそれをやっていきたいなと思ってます。でね、多分みんながね知りたいことかあれかもしれないんですけど、まあ、なぜ事務所を離れたのかっていうのは、まあ、私、まあ、憶測でねいろんな記事が出たりとか、まあ、そんな中で渦中の時は本当に辛かったし、まあ、悲しかったし、まあ、悔しかったし、でもその中でも仕事をね、してた部分もあったので、本当に辛かったけど、でも実際にこう事務所の方だったりお仕事の方だったりね、もちろんみんなにもね心配だったりご迷惑かけたりとかして、だから本当に特に事務所の方には本当申し訳ないなと思ったし、本当にそういう気持ちでいっぱいだし、でとともにもう本当に感謝しています、ずっと。でこの20年以上一緒にまあ、所属してやらせてもらったことを本当にありがたいと思ってるし、もう本当に恵まれた環境だったし、だけど私がねこの23年の中で私初めて立ち止まったんです。で、それは今までだからそういう恵まれた環境にいたし、なんかそういうことをね一度もなんだろう、今まで将来のこととかこういう夢があるとか、なんかね自分の本当の自分の気持ちとか一度も考えたことなかった。でそれは本当にありがたいことで、考えなくても生きてこれたってことはやっぱり皆さんのおかげで、だけど私としては今日頑張れば、今日精一杯生きれば明日があると思ってたし、だからそんなに先のことを考えなくても今日頑張ればいいって、だから大きな夢を持たず小さくその場で頑張れること、自分ができる限りのことを一生懸命やれば次は来るって思って仕事も、してたし、生きてたし、だけど、まあ、強制的にこう立ち止まったことですごい初めて自分の人生のことを考えたんですね。でその時に、なんかね、まあ、何ヶ月もこれは考えたことなんですけど、でもその考えた上でなんか新しいやり方で、それは同じ仕事であっても自分の新しい形で自分がワクワクするような形で自分の力でやってみたいって思っちゃったんです。それはでも正直去年からなんかちょっとうずうず感じていて、でもそれがもちろん茨の道かもしれないし困難かもしれない、人には受け入れられないかもしれないし大変かもしれないけど、でも20年以上やってきたからこそ、違う形でやりたかったっていうのが一番の理由かな。でも無理しては、言ってないですよ、だからなんでだから今から自分らしく本当にできていけばいいなと思うし、私の本当に一番の夢は、みんなが幸せになることだし、ちょっとでもね私を通してこう心が豊かになったりとか楽になったりとか楽しい時間を過ごしてくれればいいなと思ってるし、それはどんな使い方でもいいし、使ってくれればいいなと思うかな。ただ自分がワクワクする、違ったやり方でやりたいなっていうのが、私の一番の理由かな、だからとにかく自分らしく、これからやっていきたいと思います。なんでそうですね、あとは今までその結構
ね、ロケに行ったりとかいろんな人とこう出会う中で、そういういいものを作っていたりとか、そういう現場だったりとかも、ね、お邪魔しながらとか、そういう人と話してコミュニケーションしていきたいし、いいものをどんどん広めていきたいなとか、発見したいなとか、そういうのもあるので、なんか人と人とがこの場所でつながっていければいいなっていうのはすごく強く思ってます。なんでなんかこうやってもらいたいことがあったりとか、気になることがあれば、ぜひコメント残していただけるといいなと思います。そんな感じかな。今どのくらい喋った？私どのくらい時間経った？あ、同い年で同い男子なの、うん、ねえ、なんでまだね、ちょっとディズニーロケもね、行きたいですしね、海外のもね、本当はね行きたいですけども、もうちょっとね落ち着いてからいろんなところに行けたらいいなと思いますし、うん、また会えたらいいなと思います。なんで、うん、これから始まっていきますが、末永くよろしくお願いします。私もね、みんなに楽しいものを提供できるようにしていきたいですし、皆さんと一緒にキャッチボールしながらいいチャンネルを作っていきたいなと思うので、よろしくお願いします。あと、うん、そうね、やっぱり40歳、私も40歳なので、同世代の、ね、方々がなんか楽しんでもらえるようなものもたくさん作っていきたいなと思うし、ちょっとね、皆さんが楽しめるものをどんどん、ね、作っていきたいなと思います。どうしたら好きなこと増える？とりあえずやってみる、うん、なんかね、好き嫌いせずにね、なんか毛嫌いせずにね、とりあえず入ってみてダメだったらやめればいいやみたいな、そんな軽い感じでいつも何でもね、好きなことっていうか、やりたいことを増やしている感じです。ありがとう。夜ご飯何にしようかな、まだ決めてないです、うん、でも昨日パスタ食べたんで、何しようかな、和食かな。みんなもう食べたかな、ご飯食べた？そうだね、料理。後ろの手気になるよね。言おうか。気になるよね。怖いよね。見せるか。どう？これで何か分かったら結構すごいかもしれない。スター・ウォーズヒントは。半ソロでわかる。そう、そうそう、怖いよね。ちょっと怖いよね。しかもこう微妙にこうなってたらあれだもんね、わかんないもんね。怖いよね。そうそう、半ソロ風です。私が半ソロのように凍結されたというものですそう、キリストじゃないよ。そう、スター・ウォーズが大好きでね、はい、これはスター・ウォーズ展で作ったものですね。あ、そうだね、料理配信ね、料理しましょう、うん、結構料理するんで、うん、そう、これ私だよ、立体的なんだ、これ。わかるかも、こうやると、ね、立体的になってます、うん、はい、まあちょっとあまりにも怖いっていうコメントが多かったと取りますけどね、はい、一応ちょっと守り神のように後ろにバックに、はい、ありますけどね、分かんなかったらちょっとスター・ウォーズを見ていただけると
あ、これかって分かるかもしれないです。そう、私の型を取りました、うん、得意料理はね、ポトフ、ポトフ、煮込み、筑前煮とか、結構鍋系の雑煮、ラタトゥーユとかをよく作ります。野菜いっぱい食べれるしね。運動はね、普段全くしてないの。でも、もうさすがにしようと思ってます。だからするときはちょっと乗っけようかなと思ってます。本当にしてなくて、これは本当にうちのね、家計のおかげというか親のおかげだなと思ってますけど、めちゃめちゃ食べるんですけどね、大きいんでなんかどっか行っちゃうみたいで。だけどね、ちゃんとなんか健康的にいい体にはしたいなと思ってるので、ちょっとね、でも、うん、ジムとか行かなきゃなとは思ってます。あ、ゴルフね、昔そう、ドラマでゴルフのドラマをやった時にすごい特訓してね、6ヶ月ぐらい特訓したのかな。その時はね、アイアンしか打てなくて、全然ドライバーを打たせてもらえなくて、撮影の当日にドライバー打ったのかな。 そのせいでちょっとアイアンがね、すっごい苦手というか、まあ、みんなゴルフやってる人そうなのかな。一応ね、意識セットはあるんですけどね、最近全然やってないな、ね、なんかスポーツやりたいですね、テニスとかね。そうね、次回は BGM ね、流しそうかな、うん、音楽好きだし、ね、私そう、だから音楽とかこだわりたいなと思ってます。玄米は食べてません、白米です。あ、キックボクシングね、一回やったことあるな、すごい楽しかったけど一回で終わっちゃった。うん、ね、歌も、歌はね、もともと好きなんですよ。だから私、あの家に通信カラオケがあったぐらい歌うこと大好きで、だからなんかこのコロナ禍で一番つらかったことって何もないんですけど、つらかったことはカラオケに行けなかったことが一番ストレスだったかな。歌うことは好きなんで、ね、いつか歌えればいいなと思いますけど、うん、そう、歌うときはね、歌詞のときは一生懸命作ってたんでね、すごく、はあ、またね、作れる日が来たらいいなと思います。ということで、まあ30分ぐらい経ったのかな、うん、まあ今後ね、ちょくちょくいきなり配信したり生配信したりとかもあると思いますし、いろんな企画もやりたいしっていうのでね、私もすごくいろんな方とコラボしたいなっていうのはあるので、ぜひぜひやっていきたいなと思います。なんで今日はここら辺にしたいと思います。皆さん本当にね、お忙しい中貴重な時間をありがとうございました。ということで、チャンネル名はね、ちょっと後で吟味して、皆さんの意見もね、たくさん伺ったので、それを元にしながらちょっと変えようって思います。なんでありがとうございました。今日はじゃあまたね。